こんにちは、シエルです。今日は久しぶりのフラリッシュ深夜練です。最近あのシエルさんフラリッシュ練習してますかというコメントがあってドキッとしました。はい、ちょっと練習をサボっていたのがバレてしまっていたようなので久しぶりに頑張りたいと思います。とはいえ、最近ね、ちょっと海外ドラマを見るの復活してて、そう、ドラマ見ながら練習したりしてるんだよね。たまにだけど。そう、なんかちょっとこうやってね、撮影をすることがちょっとなかったんですけど。ちょっと前に質問で、シビルカットできますかっていうコメントがあったので、今日はちょっとシビルカットを練習しよう。Z カットからの上パケって、こうじゃない？はい。多分こうなんと思うんだけどさ、どうやったら綺麗に見えるんだろうね、これ。シビルカットすごい。見せ方むずくない？全部そっか。ブラディッシュなんて全部見せ方むずいか。これ、どうやったら素敵に見えるわけ？難しい。はい、最近ちょっとね、同級生にカメラマンさんがいて、そのカメラマンのことをちょっと作品撮りをしようかなみたいな話をしてて、でちょっとフラリッシュの写真をね撮ってもらおうかなと思ってるんだけど、そもそもちゃんとフラリッシュがさできないからさね、ちょっと練習しなきゃなとは思ってるんですけど、普通のマジックよりフラリッシュの方が写真映えはしそうだよね。動画だったらまあマジックの方がいいかもしれないけど、フラリッシュ系の写真を撮ろうとは思うんだけれども、ちょっと私の技術が追いついていないので、ちょっとちゃんと練習しなきゃね。あとはうちにかなりの種類のトランプがあるので、まあ、そのあたりをね使っていい写真が撮れたらななんて思うわけなんですけども、あ、聞いてください。ね、最近ね、弟子入りしたいですって女の子から連絡があって、メールをいただいてね、すごい嬉しいななんて思ってるんですけども、まあ、私自身さ、今までそういう風に弟子を抱えたことはなくて、マジックのお仕事を結構いろんな子にはお願いはしてるんだけれども、弟子入りっていうか、まあ、そういう教えたりすることはあんまりなかったから、ちょっとどんな形でできるかなってちょっと考えつつも、でもやっぱりそういう風に若い子がマジックに興味があってっていう連絡をもらえるのはすごい嬉しくてね、いい形でいろいろお仕事とかもやっていけたらいいななんて思ってるんですけども、この下手なフラリッシュの練習動画を見て離れていかないといいんですけども、はい。でもなんか YouTube も見てくれてるって言ってました。昔ね、一人ね、女の子にマジックを教えてたことがあって、その子は特殊な形でアメリカの大学に行きたくて、でその大学に行くときに結構特技とかそういうアピールをしたい、でそれでマジックを覚えてっていうこと でその子にはね、数年マジックを教えてましたね。私が23ぐらいの時だったんだけど、そうそう、だからなんか教えながら私が学んでたね、その時は。うん、そうそう、まあ、そういうちょっと特殊な形のマジックを教えるっていう立場の時はあったんだけど、声かけてくれる子には、まあ、できる限りこちらが教えられることは教えたいなと思いつつ、あとはやっぱとにかく現場を踏んじゃった方が早いので、マジックのお仕事、まあ共演じゃないですけど、私のステージで一緒にやってもらいたいなっていうのはすごい思ってるんで、それが早く叶えばいいかななんて思っています。てか私声がガラガラなんだよね今日、なんでだろう。ところで皆さんはフラリッシュ練習してるの？マジック好きな人あんまフラリッシュやらないか。まあ、フラリッシュ自体は見し方難しいもんね。なんかまだワームとかの方がさ、落としたフラリッシュ練習もね、ちょっと動画再開していきたいなと思いつつね。すぐサボるから、このプレイフェアのね、台湾製のデッキがね、こういうのやりやすいね。やっぱサラサラしてるトランプはね、すぐにこう、パサパサになっちゃう。
できれば今月中にちょっと撮影したいなと思ってるんで、やっぱそれまでに、いやそれまでになんかある程度さフラリッシュできるようにしとかないといけないね。形が素敵に見えるフラリッシュのおすすめあったら教えてもらいたいです。できるできないは別として練習してみようかなと思います。人はやっぱり目標を作らなきゃダメですね。目標を立てることによって練習をするね。人はじゃないか、私は、うん、だからちょっと今回作品撮りに向けて頑張りたいなとは思うんですけど、はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。引き続きフラリッシュ練習は頑張りたいと思います。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また。